ないと思うんですよね。なんでこんな環境でこんな世の中だけど試合をさせてもらっている感謝だったりとかそういうところも含めるとやっぱ人間として大きくなれる1年だと思うんですよね。まあ、そういうところは本当に、まあ、考え方も素敵なアスリートですよね。そうですね。そういうでさこの短い第5セット最初のポイントはデンソーが取りました。で、ナベはそのまま下がったまま中本がスタートで入っています。このサーブはアウトになりました。今のサーブもお気に入ってるんですけどね、やっぱ思った以上に出てますよね。ですね。まあ、あとはこの2試合というところは取って取られてという展開だったんですが、今日は連想先に2つ取って JT が2つ取ってという流れです。これがアウトで15点マッチの第5セットですから1点の重みがどんどん増してくるしプレッシャーも来るところ、2つ取って2つ取られてというこの展開はどうなんですか。そうですね、なんかもう2つ先に取って追いつかれた時はもう、はい、なんかもう切り替えるしかないと思って、はい、本当にゼロからスタートっていう気持ちになりますし、はい、逆にビハインドから2セット取れた時はもう勢い持っていこうっていう形なので、まあ、私もどっちも経験ありますけど、もう本当に5セット目っていうのは難しいですよね。あっとこれはネットは超えませんでした。林琴奈です。ちょっと今日は初めて見たような珍しいミスになりました。ボールの意図は分かりますね、はい、あの体勢が崩れたのでプラマー選手を転ばせに行くための難打を仕掛けたんですけど、うん、ちょっとこう短かったかなっていうミスですね。これ中帰ってパットラー使うからすぐフォローした。リランとしたらここでプラマークロス。今高い壁2枚ある中でスノーでこのクロスに打っていきました。今良かったんじゃないですか。そうですね、はい、やっぱり4セット目休んでる分だろうと思ってるところが見えた1本ですよ ね、 ですね。ここはレフトです。林琴奈強打に行きました。ブロック粉砕両セッターの意図が分かる5セット目のスタートです ね、 ですね。あえて外国人選手に頼らないというのはやっぱり勝負どころ最後ね、あの打たせるのは分かっているので、はい、8点10点まではいけるところまで日本人選手でも点数が欲しいですからね、うん、真ん中です。これは返った、動かしてきた、帰る、あっとこれがこのアウト。また奥村のこのブロードワンレッグというところで行ったんですがついていきました。これで4対4。そう、この1枚ブロックというのが多いですよね、はい、JT は。アクター側のブロックで今3つ目ということになりました。田代これ続ける、ダブルスクだ。続けていったこの田代の思惑も見えましたけれども、そこは JT も止めました。林のブロック4つ目、トータルチームで今ブロック18個になりました。 JT 伝送のブロックは9つですから今倍止めています。さあ東国のところ少し割れた、ここはプラワーで行く、5対5です。ブロック、失礼、プラマーのこの体力面はどう見てますか。そうですね、まあ、田代選手このセットのスタートあえてプラマー選手多くは使ってないので、来たところでしっかりこう省エネというか、はいはい、あの数が少ない中で点数取りに行ってますから、まあ、最後は本当10点12点からもしますね、はい、アテンプトは今43になっています。プラマーです。ここはまあサーブミスで、プラマーのサーブミスは今3つ目になっています。逆にこちらドローズ少し落ちるようなサーブです。ただ A パス返った、ここ中本ストレート、すごいところに打っていきました。ついていきます。ショットかスター6対6。おっとアウト、狙っていったサーブで、こちらは今まだチャレンジは残っていますのでチャレンジいきます。3回目の対戦、このセカンドレグの対戦も今7対6です。ハンダーで上げざるを得なくて中本、今度落とす、おー、ドルー飛び込んだ。さあ2段とした田中瑞希、ここもなんだ、あ、これがでかいライト行ってドルーズだー。井上も構えていましたが、さあ来ないで、しかも横田と中本というところが前ですから、そうですね、はい、特にこう
クラマー選手の真ん中からのバックアタックって今日ブロックほとんどされてないはずなので、そう考えると使っていくのはありですね。ここやはり使ってきた、そこしかないというような感じ。さすが経験豊富なセッター出身の横山さんです。いや、私は客観的に見てるんですけど、まあ、それを中で上げられる田代選手はさすがですよね。さあ8対7、ここは田中ちょっと流れた、これは返すだけですが、今日おお、さすがよく取った。そしてここから東国できたがネットにかかる、おお飛び込んで、うわ、3回目のタッチ、もう本当角度がないところですけども、まあ、やっぱり気持ちは誰よりも出します。でその前の、まあ、本当にこの井上のこのレシーブもありました。まあ、日本 の、 あのトップレベルのワンツー、このレシーブの2人リベロがいます。ここはしっかり決め切りました。さあ9対8です。ここで目黒がでもなんですかね、本当にこのフルセットフルセットになってて、結局これ3試合目でいろいろあの全体シーズンの流れもあるはずなのに、結局こういう展開になるんですね。そうですね、うん、なんかこうバレーボールって不思議なところですよね。点差開いたとしてもあまり点差がなくなるようなこう流れになっています。なんとか触る、さあ2段トス近いところでブロックにかかったがアウト、紙一重でした。ただ JT のポイントです。さあここでタイムアウトはデンソーが取ります。ますね、前は今3枚の伝送です。おいいサルだ、中本はストレートです。コース拾いました目黒、そしてとりあえずよく反応した田代を取った、井上ガンダーこれ返すだけ、もう一回 JP、 さあチャンス、ここでもみ早いトスで田中瑞希で来た、3点差。今のトスでいいですか。はい、はい、一番打ちやすいトスだったと思います。11対8、リードを広げました JT。 さあ目黒続きます、中本田代後ろ使ってきた、プラバーディック、これがアウト。もうこの終盤やはり足にだいぶ来たでしょうか。ちょっと最後にちょっと押し出したようなミスでしたよね。さあリードが4点に変わった、大きなアドバンテージになりました JT。 うん、これもいいサーブ崩した、無理やり打っていく、はい、近いところでタットダオのブロックです。7つ目、個人7つ目のブロックになりました。13対8、一つ切りたい伝送を中使って、ここはまたブロックにかかった、押し込む、田代が触る、横田が上げる、そして東国、ここは東国で上げていくがまたかかる、やり直し、ライトになった、ちょっと近くなった、さあ JT トランジション、田中瑞希上げる、三度 JT、 ここはレフトで少し動かす、落とす、ついていく、タッチネット、勢い余りました。もう来たと思ったんでしょうね。そうですね、来たと思ってちょっと、ね、あの分かりますけど、来たと思って行ってしまったのは分かりますけど、はい、まあ点差があるから許されるミスですね。そうですね、はい、そのタットラーを使う、もう一回 JT、 ここでドルーズで来ますが、まあ、タッチネットが伝送にありました。さあここ14対9、マッチポイントになりました JT。 柴田が入りました。東国でいくブロックだ、あーここ最後は伝送にミスが出て、そしてファイナルセット JT が取りました。
ご覧のように 1,2 セット連想が JT が突き放した形。いやこの2セットビハインドからの3セット連取。